どうもマジシャンのしゅんです。最近の報告なんですけども、実は僕のキャラクターができました。多分ここにあります。この辺ですかね。はい、可愛いキャラクターができましたので、これもねちょっと動画に入れながら楽しく見ていただければなと思います。今日は4枚のカード、4枚のコインを使ったマジックをやってみたいと思います。このマジックは僕が最初に覚えたマジックの中で一番衝撃が強かったマジックです。ぜひ覚えていただいてみんなの前でやってみてください。今回は4枚のコインと4枚のカードを使ったマジックをやってみたいと思います。4箇所にコインを置いて、その上に4枚のカードを置いていきます。4枚のコインがここにあります。1箇所に集めていくマジックなんですけども、おまじないをかけていきます。こうしておまじないをかけていくと、これで1枚が移動してしまいます。次行きましょう。最後もう1枚。ゆっくり行きます。移動するときってこうやってね、ヒューッと移動してくるわけですけど、あ、今移動したの分かりました。あ、これね、実は本当は移動してないんですよね。ちゃんとやります、ちゃんとやります。やりますね。ワン、スリーで、これで最後終了にしましょう。ありがとうございました。はい、というわけで、今回はコインとカードを使ったマジックでした。今回やったマジックは、実は昔僕が一番最初に覚えたマジックの一つです。僕が思い出に残ってるマジック、すっごく衝撃的でテレビでもやったマジックなんですけども、それを、まあ、比較的簡単にして、いるマジックなので、まあ、すごくやりやすいんじゃないかなと思います。ぜひ、このマジック覚えていただいて、学校だとか友達や飲み会の席だとか発表会なんかでね、ぜひやってみていただければなと思います。やる時のポイントだとか、このマジックを覚えることで、実際に自分が見ているものと相手が見ているものの違いがすごくよくわかるマジックなんですね。なので、自分の頭の中で、思い描いていること、そして実際に見ているものっていうのを一致させながら因数分解していくようなマジックでもありますので、ぜひですね、そちらの方も覚えていただきながら、学びのツールとして頭の運動としてぜひやってみていただければなと思います。というわけで、今回の動画の解説に関しても、キチンプリプ研究室の方で、動画解説しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。では、キチンプリプ研究室でお待ちしております。また次回もご視聴いただければと思います。またお会いできるの楽しみにします。またねー。